聞いて、感じて、考えて。あなたならば必ずやたどり着くと信じていた。よくぞここまで来てくれました。私は星の代弁者、あなたにとってはミンフィリアだった。そちらの時間ではもう久しい過去になるのでしょうか。裏切りの祝宴から逃げる最中、私は星のハイデリンの声を聞きました。私は声に導かれるまま、自ら仲間のエンシェントテレポに巻き込まれることで、エーテルの流れに身を投じ、星の海にたどり着いたのです。けれど、星の声はすでに消えかけていた。失われゆく訴えのすべてを知るため、私はハイデリンの一部となることを望みました。そして、今の私となったのです。私の声は星の声。ずっと。あなたに世界の真実を伝えたかった。だからお願い、聞いて、感じて、考えて。すべての命が生まれるよい前、星の海の底では光たるハイデリンと闇たるゾディアークトがひとところにありました。しかし闇が力をつけ、光との均衡が崩壊したのです。そこでハイデリンはゾディアークを星の海より放逐し、遠い天に封じることとしました。こうして月が生まれた。しかし星を二つに裂く痛みは次元の境界をも傷つけてしまったのです。あなた方が生きる原初世界の他に、十と三もの共造の世界がこの時に生じました。そして光と闇の力もそれぞれの世界に分かたれたのです。月に追放されたゾディアークは、使徒たるアシエンを使わし、世界を統合しようとしています。闇の力をより合わせ、完全なる復活をなそうというのです。そのためには、ここ、原初世界の側から、世界を分かつ壁を破壊しなければならない。これこそが次元悪界であり、アシエンたちがアーダーと呼ぶ現象なのです。そして、人の歴史では、これに伴う最悪を、霊災と呼ぶ。過去7度の霊災により、すでに7つの世界が統合されてしまった。強まった闇の力に光の力は押されるばかりです。
どうかアシエンを止めて世界の統合を阻止してください。それが私の最後の。あなたのクリスタルから借りた力もこれ以上はもう残った力であなたを星の渚まで送りましょう。光の加護を受けしハイデリンの子らよ、どうか世界を。無事に戻ってくれたか。守備はどうだ。ミンフィリアは見つかったのか。星の海でそんなことが。クルル、あなたの率直な見立てを聞きたいのだけれど。ハイデリンの声に導かれて星の代弁者となる。とんでもない話だけれど、嘘ではないと思う。彼女は誰よりも星の声を聞き取る力が強かったもの。そして声が消えるほどハイデリンが弱っているなら、その一部となったミンフィリアもとても不安定な状態だったでしょうね。ミンフィリアは力を使い果たして。ミンフィリア、暁の灯火がやっと輝きを取り戻してきたんだ。それを見たかったのは誰よりも君だっただろうに。灯火ねえ、ミンフィリアという娘を殺したのもその熱すぎる炎に他ならないと思うがね。ちょっと待とうや。なあ坊主、お前たちは一体何がしたいんだい。我々暁の決明の目的はエオルゼアの救済です。ミンフィリアが教えてくれたアシエンの暗躍、加えて万神問題など、この地は脅威にさらされ続けている。それらからエオルゼアを救いたいんだ。なるほど、いかにももっともだ。だが聞こえのいい大義ほど人を無心に駆り立てて、そこにあったはずの真の願いを見失わせるのさ。
お前たちのやっていることは所詮戦いだ。先に進もうとすれば今回のように命を失うこともある。掲げているその目的は自分の誰かの死を捧ぐほどの願いかね。私の覚悟はとっくに決まってるわ。最初から自分の願いをなすために暁の理想を追っているんだから。アシエンが闇の力の復活を目論んでいるならなおさら霊災のきっかけとなりかねない。あらゆる戦の種を片っ端から潰すだけよ。グルル、手伝ってもらいたいことがあるの。一緒に来てもらえるかしら。サンクレット。